こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私が愛用しているじゃーん、このねクレンジングオイルを紹介したいと思います。はい、私いつも使ってるのはこの2種類が多いですね。あのビオレさんのパーフェクトオイルと、あのソフティモさんのあのディープクレンジングオイルですね。はい、これすごくいいので紹介させてください。もう薬局行くとね定番の商品ですよね。ビオレのパーフェクトオイルは結構ねその濡れた手でも使えるので、これね本当におすすめですよね。はい、あのねソフティモさんのもねあのすごく落ちがいいので本当にね愛用してます。はい、で私以前ですねクレンジングクリームをずっと使ってたんですよ。というのも、あの、クリームの方が、あの、肌にいいということで、あの、ずっとね、クレンジングクリームを使っていたんですが、あの、いざね、こっちの、あの、オイルに変えると、全然落ちが違うので、本当にオイルって便利だなと思ってね、もう今、手軽さからね、オイルを使ってますね。はい、もう、本当にね、オイルが一番落ちる。ね、ダブル洗顔はね、忘れずにという感じですかね。はい、ということでね、私がね、あの、愛用しているね、クレンジングオイルについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。